吉田優利が自身のインスタグラムを更新。日本で過ごすオフに浴衣姿で浅草に出かけたことを、今回も英語で投稿した。日本の伝統的な浴衣親友と浅草に行ってきました絶対におすすめ。と、東京の観光スポットの一つ、浅草がすっかりお気に入りの様子。そして、素晴らしい写真がたくさんあり、どれをアップロードしようか悩んでいます。 とインスタで公開できる10枚の写真選びに迷ったことも明かした。厳選された写真では、白地に黄色と藍色で花が染められた浴衣にアイボリー系の帯、そして黄色い花の髪飾りという装いの吉田が、浅草寺や浅草の街を楽しむ様子が映されている。笑顔やちょっとおすましをした表情で写る吉田の写真は、多くのファンを喜ばせたことだろう。 公開直後から、たくさんの、いいね、がクリックされていた。今季は米国女子ツアーに参戦している吉田。これまで8試合に参戦し、予選通過は3試合と苦戦を強いられている。次戦は18日に米国中西部のオハイオ州で開催される、デーナオープンにエントリー。つかの間の休日を日本で過ごして気分も一新。 トーナメントでも会心の笑顔を見せてくれることを期待して、多くのファンが米国に向けて声援を送っている。